はい、それでは本日は令和元年の、販売士2級第84回2の4番サプライチェーンマネージメント物流情報について、解説していきたいと思います。次のアーカローは物流情報について述べている。正しいものには1を、余っているものには2を、回答用紙の書類欄にマークしなさいという問題です。こちらの問題に入る前にこの、サプライチェーンマネージメントや物流情報について解説していきたいと思います。今回ちょっと板書してある心だけが、今回の、出てくる範囲なんですけども、ざくっとこのサプライチェーンマネージメントというのが分かっていないと、なぜこのようなものが出てくるのかちょっと分かりづらくなるので、今回はちょっと長くなるんですけども、一旦全部説明していきたいと思います。まずこのサプライチェーンマネージメントであったり、ディマインドチェーンマネージメントという言葉が出てくるんですけども、もうざくっと言うと、サプライチェーンマネージメントというものは、このサプライヤー、生産者からの視点のことをサプライチェーン、そしてディマインドチェーンというのは消費者からの視点のことを、ディマインドチェーンと言います。まあ、サプライチェーンというのは、その原材料から、消費者に渡るまでに、一連の、流通の生産プロセスのことをサプライチェーンと言います。まあ、サプライというのは供給、売り手側のことを言います。なんで、この売り手側からどんどんこう伝わっていくことを、サプライチェーンということですね。そしてディマインドチェーンに関しては、消費者を起点として、小売業が主体となり、メーカーまでの流通、合理化を図ることを、ディマインドチェーンと言います。ディマインドというのは、需要という意味ですね。私たちが買うということです。なので、この一連の流れなんですけども、サプライヤー、例えばちょっと、ポテトチップスで例えるんですけども、サプライヤー、生産者ですね。じゃがいもを売っている会社とかがあって、それが、メーカーに納品されて、メーカーがこのポテトチップスを作りますと。で、ポテトチップス作ったら、次、このポテト、カルビーという会社がポテトチップス作ったら、このポテトチップスを、イオンとかの物流センターに持っていきます。で、このイオンの物流センターに持っていって、その物流センターがイオンとかの、大きいスーパーに流れていくと。で、イオンで僕たちがカルビーのポテトチップスを買うと。この一連の流れのことを言うということですね。で、この一連の流れを最適化することをサプライチェーンマネージメント。これはサプライヤーからの視点のことをサプライチェーンマネージメントと言います。逆に消費者からの、視点ので、流れを最適化することをディマインドチェーンマネージメントということですね。で、この、サプライチェーンマネージメントに関しては、こちらの、この流れの時間短縮であったり、増在庫を、なくしたり、あとは欠品を防止したりするというのが、うまくこの最適化でできるという流れになります。また、この消費者からの視点でのディマインドチェーンマネージメントに関しても、この逆からの、視点で、取引情報であったり、物流情報、市場情報、販売促進情報を多く流すことによって、この時間短縮ができるという目的が、なされています。これがサプライチェーンマネージメントとディマインチェーン、ディマイン、ディマンドチェーンマネージメントの、説明になります。でですね、このサプライチェーンマネージメントやディマンドチェーンマネージメントをやる上で、この需要予測や自動発注システムというものがあります。これには2つ主にあります。連続補充方式である CRP、Continuous Replacement Program、 これで CRP、 これ全部、大文字、頭文字を取ったものですね。メーカーや CA 企業が管理する VIM の一方方式ということです。これは何を言ってるのかというと、一方、この仕入れ先企業や、あとはメーカーが一方的に管理するものですね。一方的に管理するということで、連続補充方式というものです。このコンティニアンスというのは連続という意味、レプレシメントというのは補充、プログラムというのは、計画という意味なので、この英語を1個ずつ覚えておくと、この連続補充方式となるので、この英語の細かく覚えておくと、こちらも覚えやすくなるということですね。このようなメーカーや仕入れ先企業が独占的に管理するものを、この VIM と言います。VIM というのは、ベンダーマネージドインベントリー。これも、ベンダー、これは売り手という意味ですね。売り手、管理された在庫。売り手が管理した在庫という意味で VIM ということですね。こちらが売り手になります。これが、連続補充方式の CRP です。そして次に、共同需要予測、補充、CPFR、コラボレイティブプランニング、フォレキャスティング、レプレシメントと言います。こちらも、この C、コラボレーションの C は共同、そしてプランニングというのは計画、フォレスティングというのは、予測する、そしてレプレシメント、これは補充ですね。なので、共同需要予測、補充、この言葉の通りになります。なので、この言葉1個ずつ分解していくと覚えやすくなるので、こちらも覚えておいていただければと思います。そして、この小売業と仕入れ先企業が共同して需要予測を行うものというので、このコラボレーティブという言葉がついています。
まあ、これは GMI といって、ジョイントマネジメント、インベントリーですね、連結管理する在庫とも呼ばれています。なので、こちらは単体方式と共同方式で、まあ、2つに分かれていますよというのを覚えておいていただければ、覚えやすいのかなと思います。で、この細かく、このオレンジで書いてある、このジョイントマネジメント、インベントリーとか、こういうのも全部分解して覚えると、こういう、まあ、細かい横文字の英語も覚えやすくなるので、これは非常に重要になりますので覚えておいてください。そして、このような、需要予測システムであったり、自動発注システムは、この物流情報 EDI というものによって、うまく流れていますということですね。ではこの最後、物流情報に入っていきたいんですけども、まず EDI というものを使っています。エレクトリックデータインターチェンジ、電子的データ交換というものなんですけども、これは異なる企業で、商取引のためにメッセージを、まあ、通信回線を介して標準的な規約を用いて、コンピューター間で交換することを、まあ、EDI と言います。まあ、早く電子で、インターネットでさっさとやるということですね。なんか一つずつ、アナログでやってるよりも、インターネットで秒でやるっていうことですね。で、最近ではこのようなインターネットで秒でやるようなものが出てきたんですけども、この EDI というのは、店舗が、まあ、このチェーン本部に発注したいと思ったときに、まあ、パソコンとかで発注するわけです。で、発注して、チェーン本部が、このサプライヤー、納入業者に、ちょっとこれ欲しいというわけです。で、それで、はい、わかりましたとなって、需要データを交換、受発注データを交換するわけです。で、この時に、サプライヤーが、物流センターに送るときに、これ送りますねっていうのを、ASN と言って、事前出荷明細っていうのを、このサプライヤーが、チェーンストアに、本部に送るということです。で、これを送って、これを送られてきたらチェーンストア本部が、この物流センターに今から行くよっていう、この出荷予定通知を出すということです。で、その間にこのサプライヤーから、この物流センターに納品されていくという流れですね。そして、この納品されてから、この店舗に行くというわけです。で、このサプライヤーから、この物流センターに流れていくまでに、まあ、いろいろ段ボールとかの梱包ボックスがあるんですけども、これに、まあ、細かい、いろいろな情報が書かれています。まず、単品集合ボックスという、まあ、段ボールとかコンテナとかいろいろあるんですけども、その中にも、単品集合単位のものは、ITF コードというものが印字されます。この ITF コードっていうのは、まあ、誰でも見たことあると思うんですけども、一応、写真で見てもらいます。これが、ITF コードというものになりますね。14桁の、番号。これを、まあ、単品の集合単位の、段ボールに入れるという流れになります。そして次に、根菜段ボールですね。たくさん詰まった根菜の、段ボールに関しては、このような、でっかい、先ほどとちょっと違うような SCM ラベルというものを貼るわけです。なので、この、ちょっと84回のテストにも出たんですけども、この単品集合単位のボックスには、ITF コードを印字、そして、根菜の段ボール、単体か根菜違います。根菜段ボールには SCM ラベルというものを印字してくださいということになります。なので、こちらも非常に重要になりますので、まあテストに出たので覚えておいてください。あと TIF コードの印字に関しては、14桁の番号で記載されておりますので、こちらも覚えておくようにお願いします。では、こちらの説明を踏まえて、今回こちらの問題に入っていきたいと思います。1番、EDI とは異なる企業間で商取引のためにためのメッセージを通信回線を介して標準的な規約を用いてコンピューター間で交換することである。この問題は合っております。この EDI エレクトリックデータインターチェンジのこれは略にな、の説明になっております。まあ、異なる企業間で商取引のためのためにメッセージを通信回線を介して標準的な規約を用いて、コンピューター間で交換するという内容になりますので、この A に関しては合っております。そして次に、2番、E。仕入れ企業が各取引先、チェーンストアからの受注に応じて、品揃えを単品集合包装単位、カートンや段ボールなどには、一般に SCM ラベルが貼り付けされている。この問題は間違っています。SCM ラベルに関しては、この根菜段ボールに貼り付けるので、これは単品集合 単位のものに貼り付けるものが、この ITF になるので、この問題に関しては、間違っています。そして3番、仕入れ先企業が取引先チェーンストアからの
受注に応じて異なる単品を混載して出荷するオリコン折りたたみ式コンテナには一般に ITF コードが印字される。この問題も間違っています。これと逆のことを言っていますね。この、混載段ボールに関しては SCM、 そして単品集合単位に関しては ITF になるので、これはまた逆のことを言っているので、これとこれに関してはウに関しても間違っているということですね。そして4番、ITF コードの標準バージョンは13桁である。この問題も間違っております。この ITF コードに関しては14桁の番号が正しいので、この問題は間違っています。そして O、 ASN とは、仕入れ先企業がチェーンストア本部を経由して小売業の物流センターに通知する事前出荷明細データのことである。この問題は合っております。このサプライヤー、チェーンストア本部がですね、サプライヤーにこれを受注してくれと言ったときに、サプライヤーが、あ、はい、わかりましたと。そして、ASN、この事前出荷明細というのを送ります。で、これと同じような感じで出荷予定通知を、物流センターにチェーンストア本部が送るので、これに、この、ASN というのは、この事前出荷明細データのことを、言っているので、この O に関しては合っております。以上のことから今回は、あと、O が正解で、い、う、A が異なっています。